カズプロ、おい、いいもの持ってきた。突然練習してんすよ。このスタイルでいいじゃない。はい、行きますか。え、なんすかこれ。え、プレゼント。そう。え、インソール。あ、インソールなんすか。インソール使ってる。いやー、なんかいろいろこういいよって言われて使ってたんですけど、最近はもう何も入れてないって感じです。まあ、いろんな作るやつとかもあるんだけど、はい、この入れるだけっていうお手軽で、この読める、ノースウエストポディエトリックラボラトリーだ。正解でございます。よし。いや、それは、足に合わせて作るとかでもなく、じゃなくて入れるだけ、サイズが何種類かあるんだけど、はい、とりあえずその入れるだけで、はい、その自分の方に合ってくれて、はい、で、まあ、ゴルフ専用ってわけじゃないんだけど、はい、アメリカですごい特許40個を持っている会社が200万足の経験をもとに作り上げたという。そうなんですか。うん、ちょっと開けてみていいですか。うん、はい、形半分ですか。そうそうそう、かかとから半分だけなんだけど、それで逆に言うとどの靴にも入れやすいので、はい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 、もうちょっと試してみて。俺1ヶ月ぐらい使ってすごい良くって、ゴルフだけじゃなくて、俺の場合はブーツとか結構その硬いものに入れるとすごい調子良かったりとか、歩きやすかったりとか、普段使いでも OK ってことで、ゴルフの時もまあ気持ち、体が安定する気がする。気がする。まあそこばっかりはやっぱりね、これ個人の感想です、だから何とも言えないんだけど。え、これ中のもともと入ってるインソールは抜くんですか。いや、その上から大丈夫。あ、入れるだけ。だからサイズとか靴紐とかちょっと大きめにもなったり、まあ合わない時は、今のところ入れた靴で合わないってことはなかったから、はい、うん、ちょっと入れてみて。わかりました。うん、じゃあちょっと入れてみます。はい、はい、入れさせていただきました。どう、ちょっと、うん、まあ普段のインソールの感じよりは硬い、うん、ちょっと固定されてる感じというか硬い感じはあります。まあ厚みが出るしね。それでただ押した時に結構自分の形になる感じしない。確かに。なんかでも今まで従来のインソールたちよりも多分薄い感じがするんですよ。だからなんか馴染む感じがあるのかなと思うんですけど。使いやすいよね。ああ、まあちょっと打ってみてよ、なんか違うかどうか。もともとはゴルフ用ってわけでもないってことですか。うん、だからそうだね。あ、構えた時にこうふわふわしてかかとにしっかり重心が入ってる。結構下半身安定しやすいんじゃないですか。おー、ナイスショット。あー、飛ぶ。え、飛ぶ。さっきの練習で10ヤード飛んでるんですけど、リアルに。マジ？それ、それトップしただけじゃねえの？いや、そんなことないです。これ全然違います。うん。いいっす。飛んでる。というか。なんか今までその嫌だったのが、嫌だって言っちゃうのもあれですけど、インソールした瞬間になんかもう靴の感じも違うし、うんうん、じゃあ違和感しかない、持てない人だったんですよ、うんうん、なんかこれだと全然違和感もないし、結構ちゃんと踏ん張れる感じあるかなと思います、うんうん、まあ自分は調でやってどうかですけど、そのちょっとコースで試してみたいなと思うんで、まあ、詳しいお話はホームページに載っけといて、ちょっと読んでもらって、はい、やっぱりその医学的な検知でこう作られてるやつだから、まあ膝とかそういう弱いところへのアプローチにもいいと思うので、まあちょっと皆さんよければ見てみてください。そうですね。まあ足ってみんなあんまり気にしないけど、地面と設置してるところって足裏だけじゃないですか、うん、だからそこをしっかりと考えればなんかこうパフォーマンスも上がりますよっていうのをすごいこう教えてもらったことが僕昔にあるんで、それもちょっと考えながらっていうのもこれからやっていかなきゃいけないのか、うん、時代だと思います。箱こちら、皆さんぜひノースウエストポディエトリック
ラボラトリー。読めてんのかそれ。ラボラトリーで書いておきます。はい。皆さんこれホームページ載せておきますので、ぜひね、あ、気になる方は。あと、ゴルフファイブプレステージの新宿店かな、まあ、他の店舗でも置いてあると思うので、あの試したい方はあの店舗に行って、あのプレステージさんであの多分試せると思うので、そこはあの言っていただければっていう感じですよね、社長。はい、うん。これはさっき社長からいただいた情報です。はい。ということで、皆さんぜひこの NPL、NPL、NPL、はいはい、じゃあもうちょっと NPL、NWPL だったかな。ノースウエスト NWPL、はい、はい、を試していただければと思います。よろしくお願いします。社長やっぱもう愛用してるってこと。もうあの履く靴に全部入れ替えて使ってるよ。でも自分こうちょっと見ちゃったんですけど、高くないですか。うん、まあ価値ありますか。俺は社長がやったら間違いない。まあまあまあそうだね。俺は愛用してるよ。あの膝がやっぱり調子良くなる。あー、そういうことか。こればっかりは信じるものは救われるみたいなところあるけど、うん、あの歩くときに膝への負担がだいぶ軽減されるから、膝とか腰とかね、うん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 、もしかしたら姿勢とかも治るかもしれないし、結構私ぐらいのアラフィフ世代の人におすすめです。なるほど、それめっちゃ大事だね、うん、ぜひ皆さん試してみて、うん、僕も今日から、はい、うん、特に硬い革靴などお試しください。逆にね、うん、その普段こう会社に行く靴とか、うんうん、よく歩く方はゴルフでも使えます。なるほど、はい、それでは皆さんぜひ注目してあの試しに行ってみてください。はい、ということでこんな感じでいいですかね。はい、最後に箱アップ。はい、 OK です。はい、さよなら。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタン、あのぜひよろしくお願いいたします。何か要望などあのこういう企画をやってほしいとかいうのがありましたら、あのコメント欄または DM で送ってください。待ってます。では。